お嬢様、ご機嫌うるわしゅうございます。ご機嫌うるわしゅうございます。では今回もお食事のご紹介をしたいと存じます。はい、今回はですね、通常のトマトパスタとはちょっと違う、素敵なアレンジの和風のパスタをご用意してございます。今回ご紹介いたしますパスタ、タチウオとキノコの和風トマトパスタでございます。こちらに使われております食材、万能ネギ、タチウオ、そしてキノコが3種類、しめじ、しいたけ、まいたけでございますね。その他にも上にトッピングとして鰹節がかかっているということでございます。いやー、珍しいパスタですね。なんかやっぱりトマトパスタというと、こうやっぱり何と申しましょうか、そうイタリアンなイメージでしたりとか、やっぱり日本でそのトマト料理っていうのは何かこう添えるものはあるんですけども、それとこうトマトソースで作る和風のパスタっていうのは、私はあんまり口にしたことがない。さようでございますね。皆さんありますか？いやー、でもお屋敷はやっぱり和洋折衷のコンセプトのパスタが時々出てきますけど、これも初の試みといったところでしょうかね。カシスの節の香りがまた、しかもタチウオというちょっと珍しい魚を使っておりますので、ちょっとそちらの味も気になるところではございますね。実際、はい、頂戴したいと思います。先ほど熊川さんがいただいてましたから、じゃあ次は、ということはやっぱり、そうですね、まずこれ私結構数ヶ月前にもこのパターンを見たことがあるんですけども、絵の時だけちょっと年齢低くなるのやめていただいて、幼稚園児みたいになってますけども、はい、じゃあ、まあ、混ぜていただいて、じゃあ混ぜていただいて、じゃあ私と加賀さん、じゃあまたじゃんけんしましょう。最初はグーとじゃんけんポン。じゃあ私からじゃあいただかせていただきます。あー、これすごいですね。タチウオがかなり大きい。そうですね、結構大ぶりなタチウオですよね。これは食べ応えもありそうです。具材だけ見ると、本当にその和風パスタでよく使われそうな食材ではありますよね。それでございますね。じゃあ早速いただいてみましょうかね。熊川さん、じゃんけんをしたので、私からいただいてもよろしゅうございますか？いいですよ。片言で。茶番がすごかったですけども、はい、じゃあ私からじゃあいただいてます、はい、私でも実は、お魚の骨取るのはあんまり得意じゃないんですよ。ああ、なるほど。まあこれからの季節はサンマであったり、お魚の季節となってくるのかなと存じますけれどもね。そんな私からするとその骨が取ってあるというのはちょっとありがたいなと。なるほどなるほど、サンマなんかはこう小骨が多いですけど、タチウオはそれに比べてどうなんですかね。それほど非常に多ございますよ。あ、そうなんですか。さようでございます。細かい骨が多いお魚です。これ見よがしにこちらを見ながら、玉木さん、やはりこう使われている食材といたしまして、こう和のパスタに近いものがございますので、トマトがものすごい主張しているわけではなくて、この和のパスタにプラスアルファトマトの風味、酸味であったりが軽くこう香ってくるようなイメージですね。ベースは和のパスタといったイメージだと思います。はい、なのでこの鰹節でしたりとか、あとはそのバターでソテーしたそのキノコたちがですね、こう何と申しましょうか、本当に和のパスタだよって、和を忘れちゃいけないよって、和のところを忘れないでねみたいな気持ちで語りかけてくるパスタでしたね。本当に洋風というよりは、本当にこの我々の舌に馴染みの深いようなお味のするパスタといった印象でございますね。大変興味深い。加賀さん、大変興味深い。加賀さん、よろしくお願いします。興味深い。では、熊川さん、はい。真打ちは取っておくもんですよ。では頂戴いたします。そうです、です。今ね、先方中堅ってきたんです。あ、ってことは大将。大将。熊川大将ですよ。熊川大将。でも悪くない響きですね。熊川さんは和のパスタといったら何をやっぱり浮かべますか。ああ、でも和風のペペロンチーノなんか以前お出ししていたもの大変美味しゅうございましたね。やっぱり今回も麺つゆでしたり、だしを使っているというふうに伺っておりますので、それがどういうトマトとのマリアージュを見せるのかっていうのが個人的に大変興味深くございます。やっぱりこう想像っていうのはなかなか難しいかもしれませんが、一口食べればもう分かりますから。羨ましい。
確かに。これは食べてみてから初めてわかる。そうなんですよね。じゃあ早速いただきます。香川さんの感想がまだです。ああ、そうでした。香川さん、順序が。順序立てが。タチウオもしっかりこう脂が乗っておると申しましょうか。本当にこう肉がですね、しっかり詰まっておりますので、もう歯応えがまたよろしゅうございます。一回ムニエルしてございますので、そういったあたりもお楽しみいただけるのではないかなと。いや、本当に、まあ、じゃあもうお召し上がりになってみてください。香川さん、大人の対応を。香川羊は大人ですからね。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。熊川さんはもう大将、若者はやっぱりこうたくさん食べてすくすく育つのが仕事と申しましょうか。こうちょっとやっぱりガキ大将の目上の目上っていう目上を安心させるためにもいただきます。お嬢様。うん、うん、熊川さん大体ね、はい、この時は毎回美味しいから始まるんですけども、やっぱ次はやっぱり大将なので、違う、そうですね、ちょっとやっぱりこう大将らしい、はい、素敵な言葉でですね、うん、このやっぱりこう締めくくっていただきたいなと思います、はい、今までにないものを、うん、やはり大将でございますからね、うん、一口二口と、はい、なるほど、二口もいただいて、うんうん、出てくる言葉もやっぱりそこが倍々になっていくんじゃないでしょうか。とっても美味しいです。私、はい、あまり品のないリアクションを取ってしまったんですけれども、はい、パスタ自体は大変上質、うん、本当に上品な口当たりでございます。トマトの、まあ、通常のトマトパスタの酸味でございましたり、うん、塩味というものが出汁と合わさることによって非常にまろやかなものになっておりまして、そこに加えてこの白身のタチウオ、やっぱり旬のお品って美味しゅうございますね、うん。私個人的にキノコも大好きなんで、はい、バターでソテーされている状態のこのキノコ、もうたまりません、はい本当にタチウオの、そのやっぱりこう旬の脂の乗っている魚にやっぱりこう何と申しましょうかさっぱりとした和風のトマトパスタが、はい、うん、こううまく包み込んでくれるようなイメージですよね。これ本当にかなりオリジナリティある一品のような気がいたしますね。しかも万能ネギをこの少し長めに切っているじゃないですか、はい、通常万能ネギって彩りであったりとか、細かく、はい、そのアクセントとして加えられるものだと思うんですけれど、ちゃんと食感が残っているんですよね。そうですね、やっぱりこうなんかシャキシャキとしたものも入っていて、こう歯応えも一緒に楽しめるような一品ですよね。食が進む一品かと存じます。うん、はい、それではぜひ実際にお屋敷にてお確かめくださいませ。お早いお帰りをお待ちしております。ごきげんようお嬢様。ごきげんようお嬢様。熊川さん、はい、それってまた嗅いでるんですか。いい香りです